フランコ・アルファーノはイタリアのオペラ作曲家。ナポリ近郊のポジリポで生まれ、ナポリの音楽学校で専門教育を受けた後、1895年よりライプツィヒ音楽院に留学し、ザーロモニア・ーダスゾーンに作曲を指示。翌年からベルリンなどでピアニストとして活動を開始するかたわら、オペラの作曲にも着手するが、不運続きであった。 1899年からパリに進出し、バレエ団、ホリベルジェールのために2つのバレエ曲を書いて、好評を呼ぶ。また、同時期に、ロシアにピアニストとして演奏旅行に向かい、この間、レフトルストイの復活を原作とするオペラを構想する。彼のオペラ第2作、復活はオペラ作曲家として初めて大きな成功となった。復活は、 作曲家の存命中に1000回以上の上演を記録した。以降、終わりの住処をサンレモに構えた。サクンターラは、カーリダーサのサンスクリット文学を原作に自ら台本を書き、三文で書かれた最初期のイタリアオペラとなった。この作品は、アルファーノの最も重要な舞台作品であることは、議論の余地がなく、クロード・ドビュッシーの影響が見られる。未完の トゥーランドットの保湿の経緯については、しばしば、ジャコモプッチーニと親しかった、友人であった、弟子だったという理由が語られてきた。しかし、アルファーノは、プッチーニの、決して、単なる徒弟ではなかったのである。プッチーニは、偉大なる先達者であっても、死と仰いだことは一度もないのである。騎士順心によれば実情は、 1925年の7月に、プッチーニの子息であるアントニオが、サンデモのアルファーの宅を訪問し、トゥーランドットの補作を依頼した。音楽学者、コンラット・ドライデンによれば、アルファーのその依頼に困惑したものの、押し切られる形で、同年8月25日に契約した。1926年の1月までに、オーケストレーションを完成させた。そして、 世界初演にこぎつけたものの、トスカニーニが長すぎるという理由で、個室部分を大幅にカットしてしまう。送付は、アルファーノの結末をつけて出版されたが、第2版ではその部分が短縮され、それが今日通常の講演に使用されている。アルファーノが選ばれた理由は、プッチーニとアルファーノが二人とも、リコルギ社と契約しており、復活の成功で、リコルギ社から彼が評価されていたためである。 この保湿はしばしば、アルファーノの音楽が弱いと評価されるが、難しい仕事であったとみられる。アルファーノは、公共曲や、室内楽やピアノ曲などの作品も残している。ボローニャ音楽院作曲家教授及び委員長、トリノ音楽院委員長、ベーザロ音楽院委員長を歴任。サンレモニテボツ。ありがとうございます。